アマゾンでスカンクのおしっこ購入しました。どんな匂いか嗅いでみたいと思います。うわすごい、なんていうのか、すごい匂いです。スカンクはアメリカに生息している動物です。その強烈なおならで日本でも知られているかと思います。アメリカではその悪臭がするおしっこが使われていて、私の夫の父はアマゾンで購入したそうです。その使用方法ですが、主に2つあります。1つ目は狩猟の時に使用されます。野生動物は匂いに敏感です。人間の持つ匂いを消すために体に振りかけて狩猟します。2つ目は害獣対策に使われます。畑などを荒らす動物はこの匂いを嫌がります。夫の父は2つ目の害獣対策で購入して、実際に、お庭でケースに入れて使っています。そうしないと匂いが漏れて大変なことになります。くれぐれも容器を割らないようにしてください。持つときはタオルや手袋で直接触らないようにしてください。手に匂いがつくと危険です。あとビデオで紹介できなかったんですが、実際にスカンクのおしっこを嗅いだ匂いは強烈でした。匂いは私の例えで言うと、おじさんの頭の油を焦がしたような匂いです。